どうもお疲れ様です。ナミさんお疲れ様です。真姫大学の動画の方を送っていただきましてありがとうございました。今回はね、年収アップのために本を読もうということでね、やっぱりね、どこまで行ってもネットが普及しても結局は自分を鍛えるのには本がすごく有効だってことなんですよね。あの書籍を買うっていうことは、それがまあ本棚に入るわけですよね。でその本棚にあるといつも意識するんですよ。でそれに比べ、ネットのブログですとかブックマークしたサイトっていうのは、そこを開かない限りそこに書いてあることをね、なかなか意識するの難しいんですよね。もちろんブックマークしておいて、必ずそれをね、読む時間とか学ぶ時間を自分に対して課すことができれば全く問題ないんですけども、大抵は本棚に入れてる本と、それからですね、ブックマークした URL がどっかにね、あるっていうのと、開こうかと、 URL 開こうかってなかなか思わないんですよね。でも本の場合だと背表紙がいつもあってね、それがいつも語りかけてきますんで、手に取る瞬間がやっぱりこう多いんじゃないかなと思います。まあそういう意味で言うと、まあ私もね、本で育ってきて、途中からネットの情報っていう順番だったんで、まだ本の方が馴染みがあるっていう、まあそういった先入観もあるのかもしれませんけども、結局はじゃあ本を読まない人が特定のサイトで学んでいるかっていうとね、まあこれは非常に想像するに怪しいかなというところがありますよね。だからやっぱりね、本で学ぶのがいいんじゃないかなという気はしますね。もちろん本にも弊害があります。それは結局買って読まないんだったら一緒ってことなんですよね。でもやっぱり買った以上ね、読むんじゃないかなと思います。でここでちょっとまとめになりますけども、知識にお金を払ってまで本を買うのか、それとも無料のサイトをどっかにねブックマークしておくのか、どっちがよりもったいないからちょっと読んでみるかっていう気になるかっていうと、やっぱりお金を出して手に入れた本なんじゃないかなと思うんですよ。やっぱり、ね、ネットの情報を取ってブックマークしておくと、まあ、どうせ無料だしってことで軽んじてしまう嫌いがあるんではないかなと思いますけど、皆さんどうですかね。はい、私もね、本をね結構買うんですけども、その背表紙にこう魅力を感じて買ってですね、でその背表紙からいろんなイマジネーションが湧いて、結局本を読まないっていうね、最も良くない、そんなところにもなっているわけですけども、まあでもね、目次を見るだけでも、その実際に本文を読まなくてもいろんなインスピレーションがこうね飛び込んでくるんですよね。まあそういうふうにして、実際に本を読まなくても見出しとか背表紙だけでさまざまな発想が浮かぶようになると、結局一つのキーワードから横に広げれるわけですよね。まあそういうふうな発想も本が与えてくれてるなって気はしますね。はい、じゃあ今日はそんなところですかね。はい、これからもよろしくお願いします。